Hello everyone! 今日は、カナダ在住27年、大阪出身の寿司シェフがたこ焼きを焼いていきます。まずは生地作りから。小麦粉、コーンスターチ、トントンと。それから卵。お水を次に入れて、かき混ぜていきます。実はここで醤油を入れ忘れてました。もう一回混ぜまして、生地を30分寝かしておきます。さて具材をカットしていきます。まずはネギからです。次にキャベツを入れたら、それはもうもはや丸いお好み焼きちゃうのという声も聞こえてきそうですが、まあ甘みが出て美味しいです。こんにちは、こんにちは、僕タコだよ、こんにちは。軽くふざけてみました。でも実はこれは頭ではなく胴体という事実。口のように見えるところは黒い墨を吐くところで、口は実は真下についております。こんにゃくと思われた方もいらっしゃいますでしょうけど、こんにゃく入れると温かさを保つ作用もあります。次にチーズですね。昔はなかったですけど、ハイカラなたこ焼きになります。カナダでは寿司のガリアは好きな人は多いんですけど、紅生姜はそうでもないですね。焼きそばにのせると帰ってくることも多いです。さて焼いていきますね。油塗ります。ある人がたこ焼きの鉄板は2ついると思ってたんですね。大判焼きのように2つ合わせて丸くすると思ってたらしいです。ほな、関西では焼きそば、お好み焼きにご飯、味噌汁をつけた定食があるんですけど、さすがにたこ焼き定食はないですね。私ここでタコ入れましたかね。ここは一つずつ丁寧に入れていきたいと思います。チーズ、わったい、ぬるちゃん、ぬるちゃん、ネギ、キャベツ、生姜を混ぜておくと、まあ、このように便利で早いですね。もう一回粉を足しまして、しっかり丸くなるようにします。醤油を入れると香ばしさが増します。さあひっくり返していきます。たこ焼き作りの一番の醍醐味ですね、これが。大阪では子どもの誕生日会は大概たこ焼きパーティーが多かったんで、まあみんな焼けるようにそれでなります。過去に友達を招いてたこ焼きパーティーを開いたら、焼いてみたいという人と食べるの専門でいいという人に、まあ真っ二つに大体分かれます。まあ見ていただいてる、まああなたはどっち派ですかと。だんだん丸くなってきました。海外では20年前はたこ焼きのことをサムライボールなんてこう無理やり呼んでたりしたんですけれども、もう今や人気で芸者カラオケのように世界の言葉もうたこ焼きで通じるようになってきてますね。ちなみにたこは1匹だと英語でオクトパス、
で2匹以上になるとオクトパスではなくてオクトパイ、オクトパイになりますね。さあ焼けたので皿に持っていきます。今回の、粉の量で、この12個の穴を8ラウンドできます。たっぷり食べられます。ソースをかけて鰹節青のりで出来上がりです。Thank you for watching. See you next time. Bye.